あの大ベストセラーレシピ本がまさかの映画化。何なんだこの評判は。使いにくい。社員が太ってる。もっと社員の自己管理徹底しろ。デブで気弱な2代目副社長と、うちで働かない？え？元デブの冴えない栄養士。面白いじゃないですか、社員みんなでダイエットするって。頑張りましょう。頑張りましょう。血圧200と120、体脂肪率 40%。 5年で死にますね。5年？チキンのゴマサルサ定食、430キロカロリーです。もうちょいだけ味が濃いと。痩せたいのか痩せたくないのかどっち？副社長、体脂肪検査発表会の責任者なんでしょ。一度逃げた人間は肝心なところでどうせまた逃げるもんだ。明太子スパゲッティとイチゴのミルフィーを食べるのよ。はい、ストップ。健康班です。なんでたかが食べ物のことでこんなに苦しまなきゃなんないんですかね。人生で一度くらい最後までやり遂げたことあんの？あんまバカにすんなよ、自分のデブだってくせに。果たして彼らは痩せて自分に打ち勝つことができるのか。で、何なのダイエットの極意って。それ聞いちゃう？さあできたよみんな。体脂肪系タニタの社員食堂。